ちょっと、目を覚ました？あのね、今日父さんたちと一緒に出かけなくちゃならないんだけど、あんた来る？そうじゃないけど、おじさんが入院したんですって。だから。そんな命に関わるってことじゃないみたい。ただ、あんたどこにも行かないんだったら、ちゃんとお留守番してほしいって。そう、留守番。別に、家の中片付けて、洗濯して、取り込みも完璧にやってくれれば、それからならどこに行っても構わないわよ。悪いわね。じゃあお願い。若者、起きなさい！ほら、起きて！起きて！起きて！起きろっつってだろうが、ほら！いつまでも起きないからよ。ジョギングに行くからね。先週はテストで見逃してやったけど、そうはいかないわよ。体力作りよ、体力。ほら、グダグダ言ってないで起きる！下で待ってるからね。
いくらですか？
ナナ、今日終わった後どうする？俺としては終業式が終わったらカラオケにでも行こうと思ってるんだけど、女子も誘ってさ。なんかして遊ぼうぜ。わかった。帰るまでに返事くれよ。じゃ。寝ちゃダメなのですよ。なあ、
なあってば。勉強飽きた。うわ、冷たいぞこの穴。なあ、退屈退屈退屈だ。この穴が冷たいからだろ。ちゃん、君たちって本当最高ね、つぼも。本当に。ごめんね。でも二人とも面白いんだもん。そうだよ、面白い二人が悪い。俺だけのせいか？まあまあ、でも息抜きになってよかったじゃない。そういうんじゃなくて、そろそろお昼ご飯の時間だなって思ってたからちょうどよかったってこと。だろう？俺もそう思ってみんなに休憩してもらおうと。いやん、この腹怖い。本当に君たちっていいコンビだよね。それよかさ、俺腹減った。
昼飯どうする？あ、じゃあ私何か作ろうか？え、マジ？スモーちゃんの手料理食べれるの？私抜きで考えて、もう帰らなきゃいけないから。え、ソフィアちゃん帰っちゃうの？うん、ごめんね。どうしても抜けられない用事入っちゃってさ。でもなるみさん、帰り道わかるの？ここまでサトシ君と一緒に来たんだよね。問題はそれなんだよね。来た道は覚えてるんだけど、今から行くとこまでバスが出てるはずなんだ。ほら、ここ。私がなるみさんをバス停まで送っていこうか？本当？送ってもらえるとすっごく助かる。話まとまった？俺もう限界。よろしくね。うん、わかった。いってらっしゃい。だよね。ねえ、てる？ちょっと、人の話聞いてる？もう、ずっとぼんやりしてるからそうだと思ってたけど。スモモのことだよ。うん、この間ね、ちょっと嫌な噂聞いちゃったんだ。
なんかね、理由はわかんないんだけど、スモモがクラブの中で仲間外れにされちゃってるんだって。それからこれは偶然通りかかった時に聞こえたんだけど、スモモのことやたらと嫌な子みたいに話してる人もいたんだよね。なんかいいこぶってるとか何様のつもりとか聞いてて、こっちの気分が悪くなっちゃうことばっかり。そんなのスモモのこと知ってたら嘘だってわかることだけど、陰でこそこそそういうの言うのってすごく嫌。私にはわかんないけど、スモモって誰にでも優しいしすごくいい子なのに、もう腹立っちゃうな。さあね、ひねくれた子から見たらスモモがいい子な分相当嫌なやつだって思ってんじゃないの。ひがみってやつよ。やだ、君が落ち込んでどうすんの？ため息なんかついたりするからだよ。落ち込んでいいのはスモモだけなの。君まで落ち込んでもらったら困るの。その息だよ。スモモには私たちがついてるんだからね。ほら、本当だ。じゃ、送ってくれてありがとうね。近くでお祭りがあるんでしょ？また4人で遊びに行こうよ。うん、よろしく。じゃあ